前方よし、後方よし、列車情報よし、鉄道ロマンよし、日本で唯一の本格的鉄道番組、みんなの鉄道、出発進行。本日みんなの鉄道が入線いたしますのは、嵯峨野観光鉄道嵯峨野観光線です。今日は全国で最も人気の高いトロッコ列車に乗って、風光明媚な保津峡沿いを走行してまいります。1989年にルート変更された山陰本線の旧線を活用している嵯峨野観光線。トロッコ列車の運行が始まったのは91年で、営業キロ 7.3 キロ、駅数4の短い路線です。そして当路線を走るのはこちらの嵯峨野トロッコ列車。普通の列車は走っておらず、トロッコ列車のみの運行となっております。牽引機は昭和44年から210両が製造された DE10 型旋盤台。もともとは列車の入れ替えや支線運転用として使用されていたディーゼル機関車です。側面部には正面のヘッドマークと同じロマンティックトレインのシンボルマークが付けられています。軸数は5軸で、3軸プラス2軸の前後非対称の車体構造になっています。そして運転台、以前の構造のままですので横向きになっています。前へ行ったり後ろへ行ったりを繰り返す列車の入れ替え作業では、横向きの構造の方が便利だったのです。この牽引機に連結されているのは5両のトロッコ車両。まずは5号車のザ・リッチ号。ザ・リッチ号はすべての窓ガラスを取り外した全オープン型の車両で、大自然をそのまま体感できるようになっています。座席は味わいのある木製の椅子。ただ雨天時はお客様を乗せられないので、切符の前売りはなく当日券のみの販売とさせていただいております。オープンなのは窓だけではありません。屋根もガラス張りになっており、太陽の光が存分に入ってきます。さらに座席下も格子になっていて、あらゆる方向から自然の風が流れてきます。続いて4号車から1号車のネイチャーサルーン号。この4両はすべて同じタイプで、広い窓がついているトロッコ車両です。座席はザ・リッチ号と同じ木製の椅子。窓は上下に大きく開閉できますので、晴れの日は気持ちよい風を受け、雨の日は窓越しに景観をお楽しみいただけます。そして1号車の先端には、先ほどご紹介した牽引機 DE10 型を遠隔操作する運転席がついています。嵯峨から亀岡に向かう場合はこちらの運転席で操作します。ではそろそろ出発と行きたいところですが、その前に出庫点検です。出庫点検はトロッコ嵯峨駅で毎朝8時半から行われます。エンジンのチェック、打検による足回りのチェック、そしてブレーキなどがチェックされます。
さあ、ようやく出庫点検が終了。いよいよトロッコ列車の旅に向かいます。今回皆様にはこちらのトロッコ亀岡駅からご乗車していただきます。山小屋風に作られた駅舎で、まず皆様を出迎えてくれるのは、古き良き日本のメロディーを奏でてくれる鐘のオブジェ。そして売店の横、列車の案内板が掲げられている改札を通り抜けると、ホームで出迎えてくれるのがタヌキです。タヌキは古来より他を抜くという縁起があり、商売繁盛を願って店先に飾られてきました。当鉄道ではそんな古来からの縁起と最高のもてなしを提供する意味で、沿線にたくさんのタヌキを配置しております。では嵯峨野観光鉄道に乗り入れたみんなの鉄道、横向きの運転操作にもご注目。いよいよ発車です。さて、右手のトンネルから見えてきたのは山陰本線を走る113系。これからトロッコ列車は山陰本線と交差しながら進んでいきます。トロッコ亀岡を出てほどなくすると、嵯峨野トロッコ列車名物のユニークな車内放送が始まります。と同時に保津川の絶景も徐々に広がっていきます。また本日は青山に住む大変怖い顔したおじさん、縁起のいいおじさん、車内サービスに入っておりますので、ご期待ください。またおじさんより自己紹介がございますので、おじさんどうぞ。皆さん、おはようございます。ようこそトロッコ列車にご乗車いただきましてありがとうございます。私、下部隊でございます。亀岡に祀られております。ちなみに全オープン車両、ザ・リッチ号からの眺めはこんな感じ。また一緒に会いたい時がありましたら、どうぞお使いください。ただし、指定券優先。
社内で記念に交流されるためではあくまでもお客様の欲しいです。気軽に一枚にご参加ください。おいしい。一緒で、ご一緒で。4名様ずつね、お写真。僕のお客様、お二人方が当たるタイムを山下に行っていただきます。では皆様ギュッと笑顔でお願いします。はい、ではまいります。はい、チーズ。ありがとうございます。出来上がりしてお持ちします。さて、前方のトンネルを抜け、ほどなくすると当列車 JR 山陰本線と交差します。前方に見えてきた鉄橋、あれが山陰本線です。まもなく交差します。線では昔の旧山陰本線、明治34年開通されたものであります。では別のカメラから捉えた交差シーンをどうぞ。
皆様、ここで保津川下りの船が見えてきます。ぜひ手を振って挨拶してください。この場所また保津川では2番目に深い場所で水深10メーター以上ございます。昔神岡の殿様が魚釣りをした場所でもございます。現在はそのThank you.
さて皆様、まもなく前方左手に鉄橋の上にある山陰本線の保津峡駅が見えてまいります。では立地号からの視点でもう一度。ホームとなっております大変珍しい JR の保津峡駅、また後ろの高い山が日の神様で有名な愛宕山でございます。また頂上には愛宕神社がございます。生後2歳までにお参りしますと障害の災害に遭わないとも言われております。運転さんからの特別サービスで停車をいたしております。一方こちらは JR 保津峡駅側から捉えた映像です。しかしこうしてみるとただの鉄橋で到底駅には見えませんが、列車が来ると分かります。そう、確かに停車しました。紛れもなくここは駅です。鉄橋の上にある保津峡駅、列車はあと10秒ほどで発車していきます。ではトロッコ列車に戻ります。運転さんからの特別サービスで停車をいたしております。
さて列車はまもなくトロッコ保津峡駅に到着します。ありがとうございました。トロッコ保津峡駅に到着いたします。このコース電車にもご案内いたします。このドロッコ保津峡駅にご乗車いただきます。このコースはね、幸せに向かって一直線。さて駅ではしばらく駅の下の基準を年末じゃお宝向きに向かって、駅では信楽焼の他の基準18匹のお出迎え、また仮運動の鐘の音をお聞きください。また駅の中ほどにかかっております鶴橋、最近テレビドラマ撮影などによく使われております。特にサスペンス物語によく使われる橋でございます。橋を渡りまして右方面に行かれますと京滝中尾嵐山方面のハイキングコース、また左方面に行かれますと柚子の産地日本一の水尾愛宕山の登山コースとなっております。トロッコ保津峡駅に到着でございます。降りられるお客様いらっしゃいませんか。いらっしゃれなかったら鶴の発車となります。風光明媚な保津峡のすぐそばに位置するトロッコ保津峡駅、昭和4年に信号場として開設されたこの駅は第2回近畿の駅100選に選定されています。ホームではおなじみのタヌキが大きさ順に整列して出迎えてくれます。では先へ進みますが、大変お待たせをいたしました。次の停車駅はトロッコ保津峡駅でございます。左下の画面にご注目ください。サービス満点の鬼がホームの端まで楽しませてくれます。どうもありがとうございました。鬼がびっくりさせてくれました。さあ皆様、このトンネルを抜けますと東路線最大の見どころに入っていきます。そう、保津川との立体交差です。保津川を渡るポイントは唯一ここだけ。トロッコ列車は橋の中央でサービス停車いたします。では立地号からの眺めでこの立体交差を体感してください。では先へ進みます。さて皆様、右手の木々にご注目ください。この辺り一帯は嵯峨野観光鉄道職員の手によって楓と桜が交互に植えられています。ですので春は山桜、秋はもみじと四季折々の渓谷の美しさが満喫できます。
そしてまもなく列車は三度山陰本線と交差します。上に見える鉄橋、あれが山陰本線です。まだまだ続く楓と桜の植樹区間、沿線の景観を良くするこうした気の遠くなるような努力が嵯峨野トロッコ列車の絶大な人気を支えているのです。またこの植樹区間は日が落ちて暗くなるとライトアップされます。今日はそのロマンティックな走行シーンもたっぷりとご覧いただきましょう。では1時間時間を進めます。ライトアップ区間ではトロッコ列車はいつも以上にゆっくりゆっくりと進んでいきます。
ザ・立地号からの眺めも日中とは全く違う幻想的な雰囲気に変わります。保津川の水面に映る嵯峨のトロッコ列車、まさにロマンティックトレインそのものです。ではここで1時間時間を戻して日中の同じ場面に戻ります。実はこういうところを走っていました。さあ、このトンネルを抜けるとトロッコ嵐山駅に到着です。
次号車、2号車、ご覧いただきません。いられるお客様は、前より3号車、4号車、5号車のドアまでお越しください。さらに新鮮に乗れるお客様は、ご覧いただく電気でございます。トンネルの上が大河内山荘、また竹林公園、野々宮神社、天竜寺、花月橋などに行かれるお客様はご来場の時でございます。トロッコ嵐山駅に到着でございます。前より3号車、4号車、5号車、右側のドアが開きます。ドアの金のお客様はご注意ください。本日のご利用ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。トロッコ嵐山駅のホームは非常に短く、扉が開くのは5号車、4号車、3号車だけ。1号車、2号車はトンネル内に停車するため扉は開きません。そんなトロッコ嵐山駅の駅舎は嵐山の自然の中に溶け込むように建っています。駅舎内は待合スペースと改札、切符売り場だけがあるシンプルな構造。その中で目を引くのがこちらのジオラマ。古き時代の鉄道の様子を細かくミニチュアで再現しています。で、この駅舎から階段を降りていくと下にホームがございます。なお、トロッコ列車はここから山陰本線の下り線に入って終点トロッコ佐賀駅に向かいます。そしてまもなく前方から山陰本線を走る丹後ディスカバリーがやってきます。で、このあとポイントの切り替えが行われ、トロッコ列車は出発します。改札を出るときに釣り竿を持っていると、そこで入眠力を取られるんだよ。天命だ。天命だ。大変お待たせをいたしました。次は終点のトロッコの佐賀駅でございます。約3分で到着でございます。トロッコ列車を追うように山陰本線を走ってきたのは、京都に向かう新しいカラーの113系。
一方、京都から走ってきたのが183系特急橋立です。さて、まもなく終点に到着しますが、前方の分岐で山陰本線から嵯峨野観光船に入って行きます。終点トロッコ嵯峨駅に到着です。はい、ありがとうございました。終点トロッコの嵯峨駅でございます。本日のご利用ありがとうございました。またのお越しお待ちしております。JR 山陰本線嵯峨嵐山駅のすぐ隣に位置するトロッコ嵯峨駅、その駅前のスペースには SL と SL の動輪を使ったモニュメントが展示されています。展示されている SL は蒸気機関車の代名詞デゴイチの51号機です。この51号機は昭和12年に製造され、昭和46年に廃車されるまで30年以上にわたって東海道本線や山陽本線で活躍した SL です。以前は京阪電鉄の京阪くずはモールで展示されていました。またデゴイチの脇には当時使われていた腕木式信号機も展示されています。ぼやけた鱗雲広がる。一方、駅舎内には喫茶店もあり、切符売り場の前には豪華なシャンデリアが。
そして出発まで時間がある方はぜひここにある展示物をご覧になってください。まずは佐賀のトロッコ列車のミニチュア模型、かなり精巧に作られています。こちらはトロッコの起源といわれる手押し車の原寸大模型。ちなみにこの人形のモデルは佐賀の観光鉄道の職員だそうです。またこの駅には SL 展示館も併設されています。館内に展示されている SL は4種類ございます。僕たちはみんないつでも。まずはポニーの愛称で親しまれた C56、 次に駅前にもあったデゴイチ。この603号機は火災により機関車の後部が焼失、ボイラー部分がむき出しになっている珍しい SL です。こちらは若手技術者の実習用に使われた若鷹号。そして万能機として知られた C58 などがございますが、最も注目してほしいのはこちら、人社鉄道の模型です。人社鉄道とは軌道の上を人力で押して走らせたもので、実は明治中期から全国各地で作られ、庶民の足として人気を呼んだ鉄道です。ただ近代化の波には勝てず、昭和初期にはそのほとんどが消滅してしまいました。ある意味この駅を起点とするトロッコ列車も近代化に逆行するものでした。しかし職員たちの創意工夫と努力により、逆にトロッコ列車の時代を作り出しました。その人気は今も衰えを知りません。全国屈指の人気を誇る佐賀の観光鉄道トロッコ列車の旅、いかがでしたでしょうか。みんなの鉄道はまもなくエンディングに到着いたします。当列車がお届けしました車窓風景、そして鉄道ロマンなどのお忘れ物はございませんでしょうか。すべての窓を取り外した全オープン車のザ・リッチ号。窓がないだけでなくエアコンもありません。照明は簡素な裸電球なのに、あえてリッチ号と名付けた佐賀の観光。現代を生きる人々はあらゆるものに恵まれており、日常がリッチ化しています。だからこそ逆にシンプルな空間に身を置くと新鮮な気持ちになるのです。リッチなのは自然だけでいい、そう気づいたことが佐賀の観光の成功につながっています。みんなの鉄道もリッチになるのは皆様の鉄道ロマンだけでいいという精神で邁進しております。本日は当列車にご乗車いただき誠にありがとうございました。